お世話になってます。ハッピーグロー店長です。今日はですね、お客様からいただいたこちら、これ知らない人も多いんじゃないかな。これね、猫草って言ってね、イネ科の植物なんですね。これね、お客様からいただいた時はね、これ何もなかったんですけど、約2週間ぐらいでね、こんぐらい成長したんでね、これね、猫にね、あげてみようかなって思います。で、これなんで猫に食べさすかっていうと、猫はですね、綺麗好きで自分でこう舐めてグルーミングをするんですよね。その時にグルーミングした際、自分の毛を飲み込んでしまうんです、どうしても。で、その飲み込んだ毛玉が胃の中でできるんですけど、これを食べることによってそれを吐き出す効果があるんですね。なので、それで胃もたれとかなくなるので、とてもね、いいもんだと思うんでね、早速ね、うちの猫ちゃんあげてみたいと思います。はい、早速ね、もう新井くん気にしてるね。気にしてる。新井くんどうですかね。新井くん行ってみましょう。まず新井くん、どうかな、食べるかな。食べない子もいるみたいでね。うちの子はこれ初めて見るんで、どうかな。あ、食べた食べにくいから切ってあげた方がよかったかな。どう？美味しい。いいね、新井くん。噛んでる噛んでる。うん、くたくた。いいね、いいね。ねねちゃんはダメしかな。お、でも食べるね。あんちゃんは？あんちゃん多分食べないよね。ですよね。あんちゃんは食わないと思ったよ。ガイくん一番毛玉生えてくから、ガイくん食べてほしいんだけどね。学生ですね。見てほら。寝すぎ寝すぎ。ガイくん、ガイくん後でだね。ガイくんすごいね。ねねちゃんかわいいますね。ちょっと食べる？あまり食べてもね。あいちゃんね、めっちゃ興味津々。ほら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 。はいね、ペッペッね、はい、またペッペッね、はい、あれだね。
はい、食べっつってね全部ペッてするね、アロエくん食ってくれたら全部ペッてするんだよね、アロエくん全然来ないじゃねえかよアロエくん、ペッて食べたか、お、食べたいらないらしいですじゃあね、ガイ君もね、起きたんでガイ君もやってみようかと思いますガイ君、ガイ君なんかやっぱ反応してるね、ガイ君そこで食べるの、降りてきてよ、そこがいい、どうかな、取りやすい、取れるかな、さすがガイ君ですね、食べにくいか、はい、あ、食べた、ガイ君すごい、食わねえの、あれ、ガイ君らしくないじゃん、寝起きだもんね、いらない、ガイ君降りてきてよ、ガイ君ガイ君も興味ないのか、一番ねこの子がね毛が長いからね、胃の中に一番毛玉が溜まってるはずなんで、ガイ君に食べてほしいんだけど、ガイ君、え、えらいえらい、お、気持ちが通じた、でも食わねえんかい、あ、アロちゃん、食べてる食べてる、うん、すごいね、うん、ガイ君食べてくれましたね、ガイ君じゃもうちょっといただきます、どうかな、あとね、ビワちゃんもね、なんか美味しそうにしてるんで、ちょっとあげてみようかな。犬もね、大丈夫そうなんだよね。どうですかね、ビワちゃん。ビワちゃんね、何でも食うんでね。やっぱり食うね。でね、これ、ね、釣られてこいつも来たんで、はいはいはい。いらねえ、ビワいらない。これ多分ね、イネ科なんで、カメにもめちゃくちゃいいと思うんですよね。ちょっとでも怖いんでやめとこう。なんかあったら嫌だから。全然食わねえじゃねえか。ありますよ。相当うまいらしいですね。お前は違うだろ。じゃあね、一回アロエくん、最後ということでね、うちのね、ネフちゃんにはね、不評でしたね、残念まあまたね、明日食べるかもしれないんでまたやってみます、ありがとうございました。